皆さんお元気ですか？伝道者の神の秋です。本日も皆様神の愛を伝える街頭演説とまたカードや聖書を配りしています。日曜日、何の日でしょうか？赤い字で書かれてますね。イエス・キリストが復活したことを記念する日です。イエス・キリストは私たちの罪の結果である死を滅ぼして、そして私たちを救うために復活したんですね。日曜日というのはそういう日です。イエス・キリストが復活した、蘇った。キリストはこう言われます。私は蘇った命だ。私を信じる者は死んでも生きる。あなたはこれを信じるか？ジーザスはそのようにあなたに語っておられます。あなたは信じるか？私は蘇った。お元気ですか？ジーザスラブスユー。伝道者の神野直樹と申します。本日皆様に神の一人をイエス・キリスト、あのクリスマスの主人公である神が人となって来られ、そして私たちを救うために来られ、33歳で十字架にかかり、死んで墓に葬られ、3日目によみがえった、そのあなたにお伝えしたいと思います。神はその一人をくださったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者一人も滅びないで永遠の命を得るためです。今日このグッドニュースを皆さんにぜひ受け取っていただきたいと思います。神はあなたを愛しておられます。大久保の皆さん、こんばんは。カード差し上げております。ジーザスラブスユー。一期一会という言葉がありますけど、あなたと出会えたこと嬉しく思います。そして神の一人もイエス・キリスト、このお方を信じるだけで救われます。